お願いします。お願いします。ピンクラテ TV の新メンバーを募集するオーディションを10月1日から10月22日まで1時の受付をしました。この中から選んできたいんですけど、なんか各自意気込みとかも書いてるので、なんかそれを見て、この子すごい YouTube に対してのなんか熱量すごいなとか、この子ピンクラテ TV に入ったら面白そうだなとか、あとはなんかユナとかレイラとか、そこのみんなの今のメンバーの子たちのバランスを見て、この子ならなんかうまくやっていけそうだなみたいな子をちょっと選んでいきたいなって思ってます。なので、なんかこの中で気になる子がいたら、なんかどんどん教えていただきたいです。はい、お願いします。お願いします。一番の可愛い、可愛いですね。可愛いですね。可愛い、すごい。 TikTok もめっちゃたくさん更新してくれてそうな、可愛い、可愛いですね。可愛い、変顔もできる。いいですね。めっちゃ可愛い。可愛い。え、可愛い。可愛いです、ね。え、何歳？08って。08。中3、中1ですか？中1。来年中2ですね。うん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 、すごい顔の、私のタイプで言うと10番が可愛い。10番。あ、可愛いです。可愛いよね。可愛いです。10番、かわいいです。どの子だろう。どの子だ？10番、あ、この子ですね。え、かわいい。この子、うん、途中で確か着替えるはずなんですよ。しかもピンクラテの洋服着てくれてる。あ、本当だ。あ、こっちもピンクラテだ。全身ピンクラテだ。すごい。すごい。ピンクラテ愛。ピンクラテ愛が溢れてますね。あの、フォロー、ちょっと多いですね。結構上げてくれてるんですね、TikTok の方。そうですね。じゃあダンスも踊れるみたいな。踊れる。ダンス企画もいけるかな。うんうん、そういう子いいですね。はい、よかった。私は、でも個人的に21番の子が。21番。大人っぽくて。インスタ？インスタですね、この子。なんか甲羅割れたらすごい喋ってくれそうな。甲羅？甲羅割れたら。はい。あ、でもスタイルも良さそう。うんうん、そうですね。6年生にしてはすごい大人っぽいですね。うん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 、個人的にこの25番の子が、なんかすごい喋れそうだなっていう感じがあって。うんうんうん、すごい。なんかユナっぽい。ああ、確かにそうですね、うん。演技力すごいね。かわいい。かわいい。なんかでもあるある企画とかもあるから、演技あった方がいいよね。そうですね。演技力は欲しいですね。うん、すごい。かわいいですよね。すごいしっかりしてそうな。かわいいんだけど、なんか笑顔がぎこちない。確かに自然な感じではないかもしれないですね。カメラ慣れって言うんですかね。まあ、でも慣れてなくてもそのうち慣れるって可能性もあるけど、飛び抜けて何かがあるってわけじゃなく、そうですね。すごいなんかオーラが見えますね。かわいいんですけど、なんかメイとちょっとキャラかぶりしちゃうかなみたいなとこはあります。そうだね、かわいいんですけどね、ちょっとバランス的に、ラテ TV のバランス的に。じゃあ、今選んだ子たちを一次審査通して、ちょっと二次審査で実際に会ってみて決めたいと思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。